ウェーバーバートはメリーランド大学の物理学者ジョセフ・ウェーバーが発明、建造した強振型重力波検出装置である。直径2メートル及び1メートルのアルミニウム弁当の重力波アンテナからなる。1968年頃、ウェーバーは理論上の現象だった重力波の有力な証拠を得たと考えた。しかし、幾度もの追試にもかかわらず、その実験結果は 再現できていない。1968年、ウェーバーは太陽系の属する銀河系のほぼ中心から来る重力波を検出したとフィジカルレビューレターズに発表した。81日間に2つの場所で約2ダースの一致する検出があったと報告した。彼はいくつかの信号は非常に大きくたまたま一致する確率は100年または1000年に一度あるかないかと試算した。 このことを重力波の良き証拠と彼は述べている。次の年7ヶ月間に311の一致する検出があり、さらに銀河の中心を指す方向に集中していると公表した。もしそうだとしたならば、重力波の源となり得るものは、核反応を起こしている星や重力凝縮を起こしつつある星の中の原子核の集団運動と考えられる。 それから40年余りたった2016年の2月、アメリカの研究チームが重力波を直接検出したとして発表した。過去にはジョゼフ・テイラーらによる重力研究の新しい可能性を開いた新型連成パルサーの発見がある。これは連成パルサーがお互いの光転周期が徐々に小さくなっていることの発見であり、これを重力波で エネルギーが放出され続けたと考えることで、アインシュタインの一般相対性理論が予言する、値と誤差の範囲内で一致することを見出したもので、ある。当時は、これが重力波の存在を裏付ける有力な証拠とされ、テーラーは、1993年、ラッセルハルスと共に、ノーベル物理学賞を受賞している。ジョセフ・ウェーバーによるこれらの実験については、非常に議論が多く、 彼がこの装置により得た肯定的な証拠、特に1987年に SN1987A からの重力波を検出したとする結果は広く不審の的となっている。彼の研究への批判は彼のデータ解析とどのような強度の振動が見られれば重力波が通ったとみなすのかの基準が不完全であることに集中している。しかし近年の解析によると 彼の主張を再検討する必要が示唆されている。ウェーバーの最初の重力波アンテナは、スミソニアン博物館の1979年から1980年の3月まで行われたアインシュタイン生誕100周年展示にて展示された。2期目は、リゴ・ハンフォード観測所に展示されている。直径約90センチメートル、長さ約1.5メートルのアルミニウム製の円柱は、 共振周波数 1660Hz で振動し、ウェーバーの予言するところによると重力波によって運動するように設計されている。検出されるべき重力波はとても弱いと考えられるので、円筒の質量は大きく、円柱の中央部に据え置かれた圧電センサは極めて高感度にされており、シリンダー長がおよそ10、10、16メートル変動しても検出できる。 ウェーバーは地球の雷、地震その他の拡乱要因の影響を排除するため、同じ装置を2つ作り、これをワシントン郊外にあるメリーランド大学に、もう一つを約 1000km 離れたシカゴの近くにあるアルゴンネ国立研究所に設置し、これらを電話線で繋いだ。その後も同様な研究を円盤と円筒を組み合わせたアンテナで続け、その大きさは、 直径約1メートル、長さ約2メートルと言われている。また、圧電機の検出器を、バー用部に多数個取り付けている。重力波とされないノイズとして、唯一問題となったのは、アルミニウム原子の不規則な熱運動であった。この熱運動は、円柱の長さに起因し、横直径よりも小さい、10から16メートルの単位の誤差を生ずるが、見込まれる。 重力波の信号はあまり大きくない。重力波が通過したという証拠に、ウェーバーはバックグラウンドノイズを示す、ある、敷地を超える、小さく短い揺らぎをデータに探した。しかし、彼はこの、敷地を矛盾なく、正確には定義しなかった。ありがとうございます。